新車朱色は色の一つ。朱肉のようなややきを帯びた赤色について呼ばれる。ジス寛容式名では鮮やかな黄身の赤と定義している。日本の伝統式名である。単に主とも言う、暖色の一つ。朱色とは元来は天然赤色顔料新車の色であり、式名としての朱色は本来この色を指す。しかし、後に用途、水銀から、 人工顔料の銀種が作られたため、天然顔料としての種の色であることを強調する。場合には、新種、本種という。種肉にも古くは、シ種が用いられていた。銀種よりも赤みの強い深い色合いである。種肉天然顔料本来の色である、シ種に対して、硫黄と水銀から人工的に作られた、化合物としての硫化水銀、HGS の色を銀種という。英語では、 バーミリオンと呼ばれ、一般的には、こちらの方がよく知られる。また、現在、種と呼ばれる顔料も多くはこの色をしており、単に、種色といった場合も、こちらの色合いを指す場合がある。種肉の多くもこの色をしている。マシュよりは、黄色味の強い、鮮やかな色である。新社の英訳である、シナバーが色名として用いられることがあるが、その色合いは、実際には銀種に近いか。 さらに鮮やかなオレンジ色であることが多い。ジス汎用式名に、朱色及びバーミリオンが定義されている。これらは同じ色として扱われており、マシと銀種の中央的な色合いである。バーミリオン、ヒストリカル大コレクション、テクニカルユニバーシティ・オブ・ドレスデン、ジャーマニー県食材として用いられる、赤色硫化水銀のことである。ただし、結果、朱色を定する色量は様々ある。 近年環境保護のため、水銀などの重金属を使用した顔料の製造が規制され、絵の具のバーミリオンは多くが市場から消えてしまった。現在同盟で発売されている絵の具の多くは、硫化水銀ではなく有機顔料であり、本来の詩とは程遠い色である。現在も文化財の補修用などとしてリサイクルされた水銀から少量の銀種が生産されている。 詳しくは赤赤の色料、硫化水銀を参照。ありがとうございます。